クリスタルシャワー、知ってほしいここだけの情報配信中。ビジネスの新たな形、モデルケースを作るために日々奮闘中、クリスタルアイマンズキャプテン松&風天のマサでお送りいたします。副キャプテンマサ瞑想しながら時には逆走いつでも人肌脱ぐ覚悟はしています。現在瞑想中の皆様、あと一歩が踏み出せないあなた、大丈夫ですよ。クリスタル二人ぼっちクラブの始まり始まり。あんまり合わせる気ないよね、やっぱりこの声もね。そうですね、うん、でしょ始まりましたか。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、はい、何気に去年はあんなに週に、ね、2回も3回も会っていたのに、はい、おそらく今日我々2018年 初顔合わせでございますよ。そうだ、第4週にして明けましておめでとう、はい、あらららら。そうです。でもフェイスブックを見てるとね、うんうん、いつもマスパパが出てきますので、なんかいつも会ってる感じですけど。なるほどね。僕もね、はい、マサ君が濃いので、もう明けましておめでとうがとっくに終わってる感じがしております。そうです、ね、今年も終わるかなぐらい。あ、それはそれはもう大変失礼いたしました、はい、そうなんですよ、ね、そうですね。まあでもあっという間にもう1月も第4週で2月に入りますわね、はいはい、本当です。そして私ついにラジオ3年目に突入しました。2016年の1月にデビューしましたから、うんうん、もうね丸2年経ちましたよ。そうですよね、今やね、うん、音楽番組までね出張ってますからね。 ありがとうございます、ね、昔のね番号あんなじゃないですか、バンド版の時の思いがふつふつと返ってくるんですか、はいはい、そうですね、うん、ラジオとして、ね、取り上げられる方で出たかったなとかちょっと思ったりしますけどねそうです ね、この番組は、はい、クリスタルシャワークラブ B ということで、はいはい、大人放送委員会とね、先ほどはね中学生が、ね、職業体験でやっておりましたけれども、ね、いや大人だってできるんだよっていう、ね、ことでね、はい、大人の方々もね、クリスタル募集しておりますね。はい、そうですね、ラジオ体験したい方っていうことで、贅沢な趣味みたいなところもありますよね。そうですよね、うん、はい、まあね、そんなこんなでね、まあ、このクールも、はい、スタートしたいと思いますので、新しいクールですから、ね、はい、はい、ね、まあ、引き続きやっていきまいりましょう、はい。楽しみ方はいろいろ、リアルタイムならインターネットからユーストリームで映像も楽しめます。クリスタルシャワー下町スピリットスタートです。ロゴマークでプロジェクト、自慢のロゴのお披露目タイム、ここに込めた思い、そこに至るストーリー、成果や効果までご紹介するコーナーです。ではここからはいつもの通りマサ君どうぞ。はい、さてさて、松パパ、ヒートショックって聞いたことあります？ヒートショック？はい、だんだん年のせいか、はい、気をつけなきゃいけないかなっていう。そうですよね、ヒートショックというキーワードを聞いたりする。そうですよね、うん、心臓がね、急にこう、そうですね、ね、うん、止まってしまう？かな、うん、私もですね、最近動悸がね、結構する時があるんですよね。動悸ですか？はい、なんか特に前の日飲みすぎたのに次の日早起きしなきゃいけない時はですね、うん、もうずっと朝からドキドキする その時々がバク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 しますけれども、本日はなんとですね、はい、このヒートショックのお話をですね、していただくために、お、一般財団法人日本気象協会、うん、堀井由香さんとですね、そのプロジェクトのパートナーとして東京ガス株式会社の浜田裕子さんにお越しいただきました。どうもこんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。お願いします。実はですね、我々日本気象協会さんのロゴマークを作らせていただいてまして、うん、今ねちょっとパソコン出してますけど、うん、ご覧いただけますかね。そうですよね、今回って見たことあるの。そうなんです、今まあ、3つ結構ここね画面出させていただいてますけれども、下の方、天気 .jp というロゴマークと、日本気象協会というロゴマーク、こちら我々で作らせていただきました。特に天気 .jp とかはですね、スマホのニュースとかでもよく天気予報としてですね出てますので、ご覧いただく方も多いと思いますし、日本気象協会さんの方はですね、なんともこれ自慢ですけど、山手線の天気予報の、気象出ますよね。そうそうそう、あそこにですね、このロゴがバーンと登場しますから。そうなの。そうなんですよ、いや見慣れておりますよ。はい、そして今回ね、この上にあるストップヒートショックというですねロゴマーク、こちらの方のプロジェクトの、ご紹介ということで、ちょっとね気をつけなきゃいけないかなと思ってんだよね、最近ね、お風呂に入るときとかさ、ね、そうですね、さてさて、
まあ、ヒートショックなんかね、よく聞くなとか聞いたことはあるぞと言えどもですね、まだまだこう基本的にどんなものかっていう正確に把握してない方もいると思うんですよね、うんうん、まあ、早速お話をお聞きしたいんですけど、そもそもヒートショックっていうのはどんなものなんでしょうか。はい、すごく暖かいリビングのようなところから、まあ、寒い脱衣室みたいな、はい、あの急に暖かいところから寒いところに移動するとかっていった時に、温度の急な変化が体にこう、いろんなショックを与えてしまうことを指していまして、はい、でこのことで、まあ、血圧が急に上下してしまうことがあるんですね、はい、でそういうことがいわゆる入浴事故と言われるようなところの要因になっていて、最近増えていると言われているものだったりします。なるほどですね、やっぱり温度差なんですね、きっとね。そうだよね、温度差と、うん、で血圧がやっぱりこう、うん、なんですか、乱高下するみたいなイメージなんですかね、うん、ちょっとね、その現象になりそうな体感をふっと時になったことあるんですよ、うん、お風呂で。お風呂でしかもやっぱり、うん、やっぱり冷たい、その冷たい、最初のお風呂、一人目のお風呂で入るときに、うん、やっぱりなんか それかなっていう気配を、やっぱり年のせいか、どんな感じになったんですか、こう体感としては。なんかちょっと、うん、あれめまい食らってくるっていうような、なんかちょっと、はあはあはあ、なんかそんな気配を覚えた自覚があったことがあったんですよね、はい、そうですか、うん、実は僕も一回ありました。あんたもかもうそれでもう本当めまいして、あ、これはまずいと、うん、救急車呼ばないとダメかもぐらいですね、フラフラしちゃって、もうそのまま外に出てですね、うん、脱衣所でこう、もう立てなくてですね、横になってるところをですね、うん、うちの嫁が見つけましてですね、うん、それを僕がこう苦しそうに横になってる姿を見ながらですね、うん、大爆笑してスマホで写真を撮るという、うちの奥さんですね、はい、うん、でもね、今日はね、じゃあとってもね、はい、聞いてるね、リスナーの方々 ね、お役に立てる話だと思いますよ、はい、なるほど、なるほど。さてさて、ではそのね、ヒートショック、なぜこのヒートショックをなくす活動をこう展開されようというふうに思われたのでしょうか。はい、入浴に関する事故で亡くなってしまった方というのが約1万9000人を推計されたこともありまして、で交通事故に比べて約4倍にもなるとも言われております。まあ、そのような社会課題に対して何か取り組みができればと考えまして、今回ヒートショックに関する正しい知識の浸透であったりとか、対策を促進するために、理念を共にする複数の企業様と一緒に、このストップヒートショックというところで何か取り組みができればと考えて始めております。1万9000人ですって、入浴事故で亡くなられた方、交通事故の4倍ってね、え、我々やっぱ交通事故は気をつけるじゃないですか、うん、数字で見ると圧倒的に、そうですね、ねえ、だからやっぱり自覚するわけですよね。そうですよね、うん、なるほど。やっぱこう高齢の方とかが多くなってくるんですかね、そういった事故に遭われる方っていうのは。そうですね、やっぱり、うん、高齢者が増えてくることによって事故は増えてきているというような統計の情報もあるんですけれども、うん、はい、高齢者の方以外にも、うん、まあ、その高血圧だったり持病のお持ちの方だったり、うん、まあ、血圧の急激な変動が、まあ、生じやすい方だったりっていうのは、うん、特に注意が必要ですし、皆さん注意が必要じゃないかなというふうに考えています。なるほどですね、はい、ありがとうございます。じゃあですね、そのヒートショックなくすためにこう、ね、どんな対策が我々必要なんでしょうね、うん、ちょっとお聞きしたいですね、知りたいね、はい、うん、ぜひどんな対策自覚しましたか、ね、はい、ぜひ聞かせていただきたい、はいはい、一番大事なのは、うん、家中全体を温めて、うん、寒い部屋を作らないっていう、うん、その温度差を作らないということが大事になります、うん、で例えばお風呂に入る前に、うん、手や足といった先っぽの方から順番にかきをして入っていくだとか、あとはその、うん、お風呂入る前に少しシャワーとか浴室暖房とかがあれば、うん、温めてから入るとか、うん、あとはその一気に入らないみたいなことで、うん、まあ、血圧の急変みたいなところのリスクは抑えられるというふうに言われているそうです。なるほど、一気にザバーンと入っちゃダメですよ、バスマッパーだから、うん、そうそう、うん、ね、だから一気
一人目の時が気をつけなきゃねっていう感じだよね。一回ねシャワーでね、うん、お湯を流すとかね、うん、やっぱり温めたりとかね、うん、大事ですね。でもそれね分かった、こう 手足を駆け湯するだけでも違うっていう、うん、これ簡単ですぐできますからいいですよね、うん、もう今夜からやります、うん、よろしくお願いします。さてさて、じゃあそのストップヒートショックのこのプロジェクトですね、はい、これはあの気象協会さんと東京ガスさんとね、具体的にどんな活動をされているんでしょうか。そうですね、あの先ほどロゴで出していただきました、はい、天気 JP っていうサイトの中では、はい、まずヒートショック予報っていうような予報の展開はさせていただいてます。なるほど。でまた、この天気 JP の中でクイズで学ぼうストップヒートショックという特設ページを開設しておりまして、うん、あのクイズをやっていただいて対策を学んでいただくというようなコンテンツも提供しています。はい、その他にはあのロゴをあしらった啓発用のパンフレットも作成しておりまして、うんうんうん、はい、こちらはあの、はい、各企業様などであの、うん、今配布を進めているものになっております。ありがとうございます。なるほどなるほど。早速今ね、うん、こうやってパンフレットになっているところでね、ね、いただきました。なるほどですね、ここにねロゴも入ってますね。はい、うん、ね、そうそう、このねヒートショック予報、分かりやすくこのねロゴにも入ってますけど、ハートマークでその日のねそのヒートショックの何でしょう危険度みたいなのをですね表してるんですね。ちょっと画面で分かるか分からないですけども、このハートがですね、本当に青く震えてなってくると、もう冷え込み警戒ということで、これヒートショックが分かるかと思う。ああ、これだけで伝わりますね。うん、うん、ありがとうございます。素晴らしいですね。まあ、すごい本当だ。特にね、ショック予報だ。今日なんて、だってすごく寒い、今日からすごく寒いんですよね、うん、大寒波みたいな、ね、話ですか。なんかね、関東でもね、マイナスを記録するみたいなことね、言ってますよね。そうですね、寒くなりますね。特にね、もう本当にもう今夜からやらなきゃ。今夜からね、うん、間違いないです。皆さんもですね、あのラジオを聞く皆さんも、ぜひ手足、掛け湯をしてからお風呂入るとか、あとは何でしょう、シャワーをね、うん、入る前にちょっと出しっぱなしにして浴室を温めたりとか、うん、するといいですよ、うん、ということで、ね、そうですね、気をつけよ。私の家温度差激しいんですよね。もう北側の方の部屋は北極って呼んでますから、ね、誰もいないので基本寒いみたいな。うちもそうなのよ。あのね、基本的に冬でも部屋の中では半袖で過ごしたいタイプなのね。あ、そう、だからなんですよ。うん、気をつけないといけない、特に。なるほど、なるほど。うん、だから多分部屋が暖かくて、はい、お風呂場とか、ね、はい、あの水地場とか、あの洗面所、うん、とね、多分気温差がすごいある家だと思うんですよ。そうですよね、うん、僕はもう割と厚着ですね、家でも。そうだもんね、マサ、はい、と一緒にいてもね、はい、着てる枚数が違うもん ね、でもう布団の中からも出たくない。僕この世で一番好きな場所、布団の中で即取るぐらいですね。あの南国よりも布団の中が大好きなんで。はい、というわけで、じゃあぜひ今後の展開や、あのなんかイベントの告知があれば、お願いいたします。うん、はい、今お話に出たように、まだまだ寒さが厳しいですので、うん、気象協会さんとともに、うん、親ヒートショック予報であったりとか、はい、クイズのページなどで、うん、あの引き続き啓発活動を進めていければと考えております。なるほどですね。そうですね、あの日本気象協会としては、うん、今そのヒートショックっていうキーワードを今年初めて出させていただいて、どういった反響をいただけるかなっていうのが、まあ、正直ドキドキな部分はかなりあったんですけれども、こうやってあの呼んでいただいてお話しさせていただく機会いただいたりとか、いろんな反響があってすごいなっていうのが、あの正直なところなので、今後は寒さが気になる季節はヒートショック対策しなきゃっていう意識をもっともっと持ってもらえるような、あの PR を天気の側面から取り組んでいきたいなということは考えています。なるほどですね、そのクイズはねやってみたいですよね、ちょっとね、うん、そうですよね、うん、すごくいいと思います。インターネットで検索すれば、ね、はい、出てくるということで、はい、よろしいですよ、ね、大丈夫です。あの、うん、無料で皆さんを楽しめるものですので、うん、やってみてください。はい、やってみます。ありがとうございます。はい、本日はですね、一般財団法人日本気象協会の堀江さんと東京ガス株式会社の浜田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ロゴマークでプロジェクトのコーナーでした。では今日の1曲目ですね、はい、日本気象協会さんにお越しいただきましたので、フィッシュマンズのウェザーリポートという曲です。おスパイスの教科書。
人生にスパイスを。スパイスの魅力をスパイス研究家の遠井香織さんがご紹介いたします。さあ香織さん、はい、始まりましたよ。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ね、まあ、新人さんのコーナースタートというところで、いよいよ新しくらしくね。そうですね、はい、もうスパイスですよね。まさくんスパイスといえば、今日もなんかちょっとね、はい、からし色っぽいね、セーターしてますけど、ね、それ思いました、からし色っぽい。お昼カレー食べましたよ。おお、そうです。タイムリーな感じで。おお、タイムリーですね。まずはね、まあ、遠井香織さんということで、はいね、このクリスタルの、ね、スタジオにはね、一度ゲストにもお越しいただいてからのご縁ということで、本日からこのね、スパイスの教科書、はいね、声で言うと分かりませんけれども、教科書というのは、強くする強化ね、この書、ね、これもね、香織さんからね、打ち合わせしている時にね、いただいた言葉で、そのまま採用させていただきました。ありがとうございます。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうぞ。すいません、また最初ということなので自己紹介させてください、うんうん、私遠井香織と申します。よろしくお願いします、はい、本日より、3月までこちら第4土曜日の、クリスタルシャワーのコーナーに、出させていただきます、うん、スパイスとあと、まあ、薬膳もなんですけどスパイスをメインに研究してまして、出張料理やあと講座とかあとワークショップやあと、先ほどご紹介してもらったんですが、この料理を引き立たせるスパイスが分かる本っていうのを、タイムリーなことに、今日発刊になりまして、おめでとうございます。もちろんね、料理を引き立たせるスパイスが分かる本、なるほど、ね、遠井香織著ということで、本日発刊で、ね、本日ラジオスタートですよ。すごいタイミングですね。どんだけ持ってる人ですか。本当ですよ。家まで2分前に着いたんで、いきなり開けて持ってきました。はあ、それもまたね、今って思って、うんうんうん、でまたね、この香織さんご本名なんですよね、この感じがね、すごい、ね、スパイスをやってて、香織さんっていう香りっていう感じが香るっていう ね、方向の方ね、で、それこそ方向、方向剤とかこれのこの字が香り、で、お砂糖の砂糖で香りさん、運命ですね。いや、名字の方もね、遠くからスパイスの香りを感じれるっていうようなイメージで、遠井さんね、遠井香織さん、すごい、そのためにもう生まれてきたような方ですね、うん、まあ、スパイスまみれの人生なんでしょうがね。あスパイスまみれの人生、負けませんよ、そこは。ライバルあとはい、あ、まあ、そんなこんなで今日よろ、今日からよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。スパイスなんですけど、その皆様の中でちょっとそのこのスパイスの本の中で結構言ってることがありまして、で表題にもあるんですけど、そのスパイスって結構そのちょっとマイナスイメージが強くて、例えば辛いとか、あとまずい、苦い、あとなんか難しいみたいな、本当はそうじゃないんですよ。なんで例えば辛いって言われたら、じゃシナモンどうなのってなっちゃうし、なんかもう甘いスパイス、あと香り付けするスパイスとかもういっぱいあるんですね。なんで辛いのじゃないよってこととか、あと難しいって言うけど、みんなカレー粉を普通に売ってるじゃんとか、そういうこともあるし、もうちょっとイメージがちょっとマイナスなのすごい自分で嫌で、それでちょっとこれを書いたっていうのもあるんですね。はい、なるほどね。そうですよね。そうか。じゃあね、そのね、今日はね、1回目ですから、ね、そのね、スパイスのね、香織さんから、ね、なんか少しね、スパイスのね、お話などしていただきたいかなと思いますが、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまあ、辛いなんて、まあ、辛い云々って言うんですけど、その例えば、まずじゃあお二人に質問しちゃっていいのか、うん、いいよ、はい、じゃあ何でも来い、うん、じゃあスパイスって一応その販売されてる、まあ、店頭でもいる、うん、あ、お店でもいるんですけど、大体何種類ぐらいあると思いますか。おお、なるほどなるほど。スパイスの種類、お店にある、はい、買い物行きます、そもそも。うん、そも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 、うん、いや、ね、それがね、ああいう食料品のコーナーとか、ね、ちなみに買わなくてもウィンドウショップするだけでも好きなのよ。じゃあなんとなく、なんとなくね、あのスパイスの、棚、ダダダーと香辛料が置いてる棚のイメージがあって、そこに棚に置いてるだけで、4、50種類はある。あ、そんなに。10、もし棚にだと1コーナーがあると、10、50はあるのかな。勝手に10種類ぐらいかなと思ってました、お店に並んでるの。勝手にですね、
ちゃんと見たことないんですけどね、うんうん、まあ、素通りしがちですよね、うんうんうん、一応そのまあ専門店とかで売ってるのはミックスしてるスパイスとか、うん、単体とか含めると300種類はあるってまず言われてます日本だけでも。であとはそのアメリカとかフランスとか海外でしか売ってないスパイスもあって、うん、なので、まあ、その日本だとっていう感じなんですけど300種類あります、うんうん、でそういう中で例えば辛いって言われてるスパイスなんですけど、うん、何種類だと思います？辛い少ないんですよ、きっと。辛い認定、300のうちの、うん、約300のうちの辛い認定、はい、そう、辛い認定。普通に考えると、はい、ほとんどがやっぱり辛みを作る感じがするから、スパイスと言えば、まあ、半分の150ではだから200、うん、多くいきましたね。逆に僕は230かなと思ってましたけど、うんうん、はあ、うん、そう、だいぶ差が、うん、あ、正解は、あの、多く見積もっても5種類なんですよ。なのでその約295種類は辛くないと。そうなんです。なんだほらよくねカレーをねスパイスから作るときに何十種類かこう組み合わせて、はい、あれ全部辛いものをそれぞれこうアレンジして組み合わせてカレーができてる。そう思うじゃないですか、うん、なんですけど、だけどもうとかほら分かってないんだからみたいな。もう今ねなんか、はい、あのねもうラジオなんですよね顔がねほら分かってないスパイスのことなんか責められてるすいませんいやいやそうなんですよ。そうなんで、あの逆に言えばカレー粉を調合するときに一種類、うん、あのチリパウダーって言って唐辛子だけ抜いちゃえば辛みがないカレーできるんですよ、うん、へー、はい、なので一応その辛いって言われてるスパイスは、うん、まあ、まあ、チリパウダーって言ってそのまあ、はい、あのまあ唐辛子、うん、あとはあの胡椒、あとは山椒と言われるものや、うん、あとわさび、うん、あと生姜、うん、この5種類かって言われてるんですね。なるほど。なんでそれ以外は辛くない、あの風味付けとか、うん、あとその色付けとか、うん、あと香り付け、うん、あ、まあそんな香り付けに書いてあります。まあ、それで、うん、言われてるので、うん、まあほとんどのスパイスはあの皆さんの予想と覆って辛くないです。そうですね、はい、300分の295が辛くなかったらスパイスはもうそもそも辛くないみたいな話ですもんね。そうですよね、辛いもんじゃないよねみたいな、うん、そうなんです。そうね、そうか、種類から間違ってる ね僕らね、スパイスのこと何も分かってないわ本当に。それはもう怒られてもしょうがないですよね。いや、それ物色しに来たらないと思うそうですか。あと、もう一個だけちょっとあれなんですけど、うん、よくあの最近その多分健康ブームがありまして、うん、まあ、健康になりたいとか健康な生活を送りたいって方が多いんですね、うん、なんですけど、よく言われるのがスパイスってヘルシーなんでしょって言われるんですよ。ああ、そのイメージもありますよね。だから発汗作用があったりとか、ね、そうなんです、そうなんです、スパイス食べれば痩せるんじゃないのとかすごい言われるんですけど、うん、実はそれはちょっとスパイスの効果としては脂肪燃焼効果とか、うん、そういうのがあるのはあるんですけど、スパイス自体にカロリーがあるんですよ、うん、はい、なので例えば、ナツメグが一番カロリー高くて 1g で5キロカロリーぐらいなんですね。はい、なのでただその、まあ、例えば料理にナツメグドバッて入れるわけじゃないので、うん、まあ、入れても 1-2g なので、うん、そんなにあれなんですよ、うん、ただそのなんか スパイスはヘルシーなんだからなんか体重減るはずって言われると、うん、いやーってなっちゃうので、うん、ちょっとまあその辺もそのスパイスにあるあるの誤解なのかなと思い、うんうん、そうですよね、はい、だって 1g で5キロカロリーって結構すごいよ。すごい熱量だね。500キロカロリーですから、うん、生ビール除菌に入るんですとかね、あとね、こういうナッツ、ナッツとかよりもすごいカロリー高いですよね。シナモンも3グラムぐらいあるんですよね。なんか取りすぎも正直良くなくて、シナモンも正直まあ、いろいろこう脂肪燃焼ですとか発汗ですとか、うん、いろいろあるんですけど、うん、取りすぎるとクマリンっていうちょっと成分があってそれがちょっと体に影響を与えると、うん、肝臓の方に影響を与えてしまうというものがあるんですね、うん、はい、なのでその続きは本に書いてありますここまで来てバサッとそうですよ、そのためにこの本が出たわけですよね。取りすぎも良くない、うん、なクマリンなんて可愛い名前ですけど肝臓に悪さそう全然可愛くないですよ、ね、そうだよね、そうですね、ね、まあね、こうやってね、うん、これからねここのねコーナーではね、こうやってね我々スパイスに、はい、スパイスを使った料理を普段大体こう食べたりもね、うん、していながらもやっぱり知らないし、やっぱそういうね、うん、国家公務だったりとかね、やっぱこういうふうに役立つっていうこともね、はい、含めて時には歴史の話もね、スパイスがね、うん、運命を変えたとかね人生が変わった人とかもいるんです。あります、うん、います、そう、そういう方もねこのね本にも書いてあるんだよね。そう、意外とあの方がみたいな、ね、そうそう、有名な方だったりする、ね、うん、なので ね、はい、ね、そんな話をねこれから、はい、ね、遠江かおるさんにねしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、スパイスの教科書
遠い香里さんでした。ではまさくん次の曲いきましょう。はい、今日の2曲目はビージョエルアップタウンガーデン。コンシェルジュさんのコーナー、5分間のお披露目タイム、毎回素敵情報をお届けします。こちらの進行は松パパとマサで、はい、進行していきます。さて今日はね、お二人コンシェルジュさんいらっしゃいまして、お一人目はデビちゃん。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。おなじみのね、はい、おなじみの、もうおなじみになってきましたね。はい、それは明けましておめでとうございます。そうですね、明けましておめでとう。そうだ、明けましてってだいぶ経ってますけどね。1月は私実は誕生日だったんで、はい、23歳になりました。23歳、おめでとう。若い若い。何年前ですか、23歳って。何年前ですか。何年前とかっていうよりも、先週、21歳になった娘の誕生日を迎えたマスコでございますから、まあ、ほぼほぼ自分 の、 振り返るよりも、いやもう娘とどうですね、娘の先輩ぐらいだもんね。あ、そっか、2歳差ですもんね。そんな感覚ですわ。なんかね、1月はすごく心が洗われた月でした、うん、本当に。あ、そうなんですか、怒ってないんですか。まあまあ、ただ私の心をよどませる出来事が2月にあるんですよ。1月はお正月がありました、誕生日ありました、2月のイベントといえば何だと思います。2月のイベントといえばあれだ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 よ、建国記念日かな。うん、そうだ。2月、2月は節分か。あ、そうだそうだ、節分だ。節分もあった。違うんだ。外して、バーがつくやつ。バカ、甘くてとろける日ですよ。とろける日だよ。もうね、僕ら何年も関係ないですからね。そうなんだよね、そうなんだよね、ウキウキワクワクドキドキしたところが離れてますけど、でもいつも頭の中にあるので今あえて外しましたしね。バレンタインデーですか。バレンタインデーです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 。それを淀ませちゃうの。いや、淀ませちゃうの。淀ませるんですか。いや、なんて言ったって、ちょっと前までは男の子に、好きな男の子にチョコをあげるドキドキっていうイベントだったじゃないですか。最近なんかもう女子のための、女子による女子のための、あれもう一回言った、あの日になってるじゃないですか。友チョコとか、あのいろんなチョコが出始めて。そう、はい、そうだ、女の子同士であげてる。そうなんだよね。なんか男の子は蚊帳の外で、女の子だけで楽しんでるって日になってる。そうだよね。あ、分かる、はい、うちの娘もそうだもん。一生懸命電子レンジでチョコを溶かして作ってるかと思ったら、バスケ部のみんなにあげるとかさ。そう、そうなんですよね。え、これ全部で一人も男の子にあげないの。やらん、やらんと。へえ、そんなこと。そういうことですね。いや、もう学生の頃とかはクラスの人とか部活の人とかにあげてたんで、50個とか40個とか普通にチョコ作ってて、すごくそのバレンタインデーが来るのが毎年憂鬱になってくるんですよ。もう壊れた機械みたいに。要は作業する日なの。そうなんですよ。仕事が増える日。そうなんですよ、仕事が増える日。なんか、あれ、そうなんだ、 愛とか、 なんか感謝を伝える日なのに、なんかいやいややってるから。面白い、面白いですね。2018年の初怒り。初怒り。いや、来るなと思ってます。絶対にね、これが20代の女の子のバレンタインデー初感だ ね。実は本音で本当に同じこと思ってる人いっぱいいそうですよ。いや、なんかいると思います。いると思うよね。そうなんですよ。なんか2月14日はチョコ量産の日って思ってみて。そうなのね。そうなんですよ。じゃあワクワクするとか、はい、なんかそっち方面のことはないんですか。もう最近は、今年はないですね。もう恐れしかない、なくて、だから私、なんかチョコをあげる自体はすごくいいことだと思うし、普段の感謝の言葉とかも伝えられる日だと思ってるんで、なんか量産するより私今年は5個しか作らないって決めていて、なるほど。その代わり5個に全ての情熱と愛情を注ごうと思って。限定品みたいな。限定品ね。今年のバレンタインデーは限定5名様
の日にしようかなって。でも余っちゃったりしたらショックですね。確かに。ね、まあ、それは自分の愛情を変換して。そうですね。じゃあ限定 5名様、はい、ごめん今限定5名様ってこうやって放送で言っちゃってるけど、いいのかな、こういう流れになってますけど。デミのチョコを買わせろみたいな。そうですね。限定5名様に。はい。そうですよ、いいですよ、あのもらいに来る根性がある方は第4、水曜日ですね、はい、ちょっとあのバレンタインの人はずれてもね、はい、うん、いいですよ、はい、ね、余ってる可能性もあるんで、うん、チョコが、そうですね、はい、そうだよね、なんか火曜日の番組男連中がないて来てそうな気がしますねそっか、ね、そんなねバレンタインで初夏なんですね、そうですね、うん、はい、ね、まあこうやってね、まあ、デビューちゃんね、今年もね、よろしくお願いいたしますね、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ね、デビューちゃんでしたね、まさくんね、うんうん、バレンタインデーね、はい、まあこうはなっても、うん、まあ淡い期待とかもうゼロないですね、うん、ね、前ちょっと話しましたけど、高校生の時にあのカレー粉とからしをもらいましたからね、バレンタインで、そうだね、下駄箱あげたらね、あ、そうかそうか、どちらかというとね、はい、トラウマがあるタイプね、バレンタインでね、包み紙がなしにサラダオイルって書いてありましたそうだね、はい、ね、そして、はい、お二人目のコンシェルジュさん、今日はね、新人さんですよ、お、さあ、行きますよ、ね、みゆきさんですね、美容家さんです、ね、今日はね、自己紹介からいきましょう、はい、美容師さんに向けてメイクを教えております、うん、美容家の井上美由紀と申します、はい、よろしくお願いします、ね、なんかね、ちょっとね、凛としたね、うん、感じのね、うん、美由紀さんですけれども、よろしくお願いします、美由紀さんね、今日ね、初ラジオということでね、はい、ね、こうやってね、あのね、まあ、いろいろね、まあ、美容家としてね、ご活躍のね、美由紀さんですけれどもね、まあ、今日はじゃあ1回目ということで、ね、はい、どんなお話ししましょうかね、ですね、あの美容師さんに向けてメイクを教えて5年で、うん、今年で6年目になるんですけど、うん、まあ、生まれも美容師の娘だったりして、ご実家もね、はい、そうです、美容バカでずっと今まで来てるんですけど、あんまり聞かないです、美容バカです、はい、ねえ、でその中でいろいろ思うことがあって、うん、で美容ヘアメイク25年ぐらいやっているんですけど、うん、もう少し俯瞰でね、美容業界に来た時に、うん、美容師さんダサいじゃんって思ったんです、あ、なるほど、これ言っちゃいましたよ、毒吐きましたね、はい、爆弾落としました、はい、初回ながら素晴らしい、美容師さんダサいんじゃないかな、美容師さんに教えてるのにね、うん、ご自身も美容師なのにね、はい、いう話ですよ、ね、じゃあなんでダサいかなとか思ったんです、うん、ですけど私だけが思うのかなと思って、いろんな周りにね、聞いてみたんですけど、うんうん、で私、まあ、音楽業界を中心にヘアメイクしてるので、うん、シンガーソングライターのね、あの男性にどう、うん、って聞いたら、うん、いや、ダサいよね、やっぱりって、何がダサいのって言ったら、おしゃれだと思ってるみたいな、ああ、そうなんだ、で、じゃあ、まあ、一人じゃあれなので、うん、他にも、50代後半ぐらいの、うん、あとアロマの先生聞いたんですよ、はい、うんうん、彼女も美容師さんダサいねへなんでって言ったら、私たちが若い頃は美容師さんがおしゃれの先生だった、うん、ほう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 、そうだよね、そうそうそう、でも今違うよねって言っていたんです、で、うん、やっぱりそうか、でも2人だしなと思ってもし聞いてみたんです、うん、そしたら、うん、そうし今美容リーダーさんと組んで、うん、美容師さんにメイクを教えてるんですね、うん、でリーダーさんはもういっぱい美容師さん見るので、うん、どうでしたね、いやダサいでしょやっぱり、うん、でその話が面白くて、うん、みんな思ってたけど、はい、あえて聞いてみたら、はい、やっぱりみんなそう思ってた、意外にみんなそうじゃんって思って、うん、さっきもね、うん、言ってました、はい、言ってました、はい、なるほど、でそのリーダーさんの話で面白いのが、うん、あの勉強会があるんですけど、うん、美容師さんのね火曜日に、うん、で次の週にやる勉強会で、うん、今まで自分が一番思うおしゃれをしてこいっていうお題目だったらしいんです、うん、さあどんなお洋服を着たと思いますみんな、うん、登場が、うん、やっぱそれはね美容師さんで、あのね、いろいろファッション雑誌とかね美容室も置いてるしね、うん、待ってる間は見るから、だからやっぱりそういうトレンドな感じ、お洋服、はい、勝負服みたいなやつですかね、うん、そうそう、うん、ですよね、うん、そのディーラーさんのね社長さんが言うには、うん、ホストのような男性はね、ああいう服だと、うんうん、女性は結婚式に行くようなちょっとパーティードレス的なものを着てきたらしいんです、へー、それおしゃれみたいな、うん、
なるほどね、はい、だからそのおしゃれの観点が一般の人と違うのかも。夜の街みたいになっちゃってますね。で、私がそれを受けて何を思ったかというと、私の中のおしゃれはちょっと違くて、おしゃれの一部になってますよね、ヘアスタイル。なのに、ここしか考えてないよねって思ったんですよ。なるほどね、トータルで見てないよねって思ってたんですね。なるほどね、はい、ちょうどね、パーツ的にその頭、はい、ヘアスタイルっていうところには焦点が当たってるんだけど、はい、でも僕らからやっぱりそのお客さんのね立場で見ると、うん、やっぱりその美容師さんってファッションのこととかも含めて、はい、やっぱりこうビューティーのことやっぱり全体についてプロかなっていうイメージを持ってますけどね。そうですね、うんうん、持ちますよね。美容師は持ってるけど、うんうん、確かにそうじゃないっぽい感じもするね、うんうん、よくよく見ると、はい、あ、やばい、聞いてるかな僕の担当の人僕も朝髪切ったばっかりですやっぱりいつも今日綺麗だなと思ってかっこいいと思いました。なのでやっぱりそのおしゃれの一部を担っているのに全体見てないのがダサいのかなって私は思うので、うんであとはその髪の毛もやっぱり土台が大事じゃないですか、うんうんうん、頭皮が大事なのに、うん、表からどうこうする話ばっかりなので、うん、髪の毛をこう綺麗にツヤを出したりボリュームを出したりするにはやっぱりその中身も大事なんじゃないのって、うんうん、インナービューティー、そうなんです、インナービューティーね、はい、それを発信してほしいので、うん、私は今5年もかけて美容師さんにメイクをしてるんです。そうなんだよね。そうね、みゆきさんって美容師さんを美容師さん向けにメイクを教えている先生、うん、すごいですよね。だから、うん、そうだ、そこをね、うん、見てるね、その立場で見て美容師に感じてて、うん、そういうことをね、はい、でちなみに周りのね専門家の人とかね、うんうん、業界の人とかにも聞いてみたら、いや私もそう思うと。でもやっぱりそれは、はい、なんですかね、あの何なんでしょう、原因というかね、やっぱりね、やっぱり内面のこともね、そうだし、他にも目を向けるってことですかね。そうですね、やっぱり美容さん不健康なので、うん、あ私も血を吐いてし、あの一度美容業界離れているので、うん、まあ、自分も体験しているので、うん、日頃のね、食生活が美容さんは良くないかなって思います、うんうんうん、スパイスですよね、はい、スパイスだったら、スパイス大事だと思いました、ね、大事ですね、栄養とか大事だもんね、やっぱり、はい、やっぱりそのね、健康的なね、顔色、やっぱり美容師切ってくれてる美容師さんが、うん、あのすごくこうおしゃれだったり、あとはつらつとしていたら、うん、やっぱりなんか、やっぱり なんだろう、こうリーダー的な、やっぱりこうイメージとかビジュアル、ビューティーも含めて、うん、あ、そういう人にやってもらってると、なんかすごく自分も、はい、うん、なんか自信持てますよね、いい人にやっていただいてるって、技術だけじゃなくてね。そうです、そうです。うん、要は中身ですよね、今、うん、は。そうね、はい、ね、そんなことをね、はい、まあね、とってもね、そういう立場からね、みゆきさんがこれからね、発信していただけるということなので、ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、コンシェルジュさんのコーナーでした。では、まさくん、今日お願いします、はいはい。今日の3曲目は、スーパーバタードッグでさよならカラー。花は野にあるように、季節のこと、茶道のこと、起業のこと、つれつれなるままに、私、日本テーブル茶道協会の神林ひろ子がお届けいたします。はい、ひろ子さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本年初めてのそうですねラジオでして、うん、本年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。本日も素敵なお着物で、ありがとうございます、落ち着いた感じですよね。そうですね、やっぱり日本あの着物着るとね、日本人でよかったなと思いますね、うんうん、でもなんか新年明けて、まあ、1月は行くと言いますが、うんうん、24日になってしまったのかというぐらい早いですね、うん、早いですね。そうですね、で先週20日の日が、うん、あの暦の上では大寒ということで、うん、1年のうちでね一番寒い日なんですね、うんうん、でその日はねちょっと暖かかったんですけど、そうですよね、なんと一昨日雪が降りまして、うんうん、大丈夫でしたでしょうか皆さんね。いやいや、もうねやっぱり放送がねありましたのでね、はい、やっぱり翌日朝行けるようにもうずっともう夜中もですね状況を聞きながら、うん、やっぱ何としても行かないと、ね、行かねばということで大変でしたねやっぱり、うん、本当にね、あの、うん、今ね受験とかいろんな時期ですのでね、そうそう、皆さん大変だったかなと思いますね、うんうんうん、
で茶道では1月は初釜というのをするんですね、うん、初釜聞いたことがあるかなと思うんですけど、うんうん、茶道のね一番初めのお稽古で、まあ、新年会みたいなものなんですね、うんうん、でどういうことをするかと言いますと、まあ、茶事といって、まあ、あの点心お食事をいただいて、うん、それから濃い茶席あの濃いお茶をいただいて、うん、薄茶をいただくといって、うんうんまあ、ちゃんとやると3時間から4時間ぐらいかかるものをいたします。でそうなんですね。で12日の日にあの総編流私が習っている総編流の家元の初釜がありまして、うん鎌倉なんですがね、うん、行ってまいりました。でまあすごくねあのピーンとした空気の中でやるんですけど、行くと寄り付きというところで身支度を整えるんですね。で足袋も新しいものに履き替えて、まあ、今はあの新しい足袋の上に足袋カバーというのを履いていってそこで脱ぐんですけど、うん、で今度次の間が待合という間で、うん、今日 の, あの焼却あのお客様を、まあ、取り仕切る方はこの方ですよっていうのを紹介していただいて、あと今日出される道具の箱が置いてあるんですね。でその箱書きとかの説明がありまして、そうするとこう迎えが来て路地草履っていうのに履き替えて、うんうん、こう路地をみんなであの扇子をですねこう胸の高さにこう持ちまして一列に歩いていくんですね、はい、でその路地があの日常から非日常にこう変わっていくというその道なんですね、うん、で入っていって門を入るとこうあのお庭にね赤松が敷き詰められて、うん、で草原ってこう鎌倉の山の上にありますので、うん、鎌倉のね山の空気がこう流れてきてそれを体の中に入れるんですね、うん、そうするともう身も心も清められるようなね、うん、そんな中で、うん、で初めにいただくのが、うん、あの茶会席といって、うん、それも作法にのっとって、うん、あのお盆の受け取り方とかお箸の使い方とかあのきちんと作法があるんですね、うん、でもそこでは日本酒も振る舞われまして、うん、でいただいた最後にお菓子が出てきてそれをいただいて今度濃茶席というのに移ります、うん、で濃茶席の準備というのはこう縁側でみんなでね座ってるとドラがドーンってなってちょっとつくばうって言ってみんなでこ う, うずくまってその音を聞くというか体に入れるんですね。それからこう茶席に入っていきます。で入り口であの手を清めて、まあ、つくば入れ清めて、うん、それからこうにじり口っていうところにね、うん、入って、うん、で総編流の不審庵っていうお茶室3畳なんですけど、うん、そこに大体12人ぐらい3畳入るんですね。12人、うん、でも電気がないので、はい、もう自然光と、うん、あの障子からの明かりとね、あと天窓をちょっと開けると、うん、そこからの明かりだけなんですね、うん、なのでいつもは感じられないね、うん、あのお釜の火がすごい赤かったりとか、うん、あとお手前の中でねあのお釜の蓋を開けると白い湯気がわーって立つんですね、うん、もうそれは理想の お釜なんですけれども、でそういう状態にしてこうお客様をねもてなしてくださるっていう、それがもうありがたいなって思うんですよね。でそれが厳粛な上にこう終わると今度薄茶といって、うん、もうちょっとカジュアルなね、うん、でそれはあの名水立てといって朝あの若水いいお水をこう汲んできてそれでお茶を立ててくださるんですね。でそんなのをねあの毎年お正月にはね体験できて、うん、あ素晴らしいなって思うんですね。なるほどね。やっぱりねやっぱこうこういうね茶道とかねやっぱりこう何ですかねこうお手前とか本当にお作法だけじゃなくて、お話を伺ってるとやっぱりその自然とこう、こう人がね、一体になったらこう自然を感じる、うん、やっぱり感じ取る、そうですね、うん、その見るだけじゃなくてね、そのためのやっぱり先人が編み出した方法なんですよね。そうかもしれないですね、うん、すごくそう感じますね。そうですね、うん、それであの私総編流入門したのは45年前で、うん、もうデミちゃんの 2倍ぐらい茶道やってるのかなと思うんですけれどもあの実はずっと修行してた先生が昨年、うん、あの亡くなりまして、はい、それで、もう子供の頃からねやっておりましたが、もう今テーブルでね茶道してるので、まあ、畳のお稽古はこれで終わりにしようと思ったんですね、うん、ところがねまた畳に行ってしまうとそれが恋しいなって思いますね、うん、で畳とテーブルで何が大きく違うかっていうとお釜がないですね、うん、今テーブルはポットでお茶を立てています、うん、で同じことは何かなっていうとこうお手前をすることでやっぱり自分が整っていくんですね、うん、先ほどね松葉葉がね、うん、自然をって言うんですけど、うん、やっぱりなんか自然に身を寄せて、うん、お手前をすることによって、うん、まあ
神経をこう整えていくっていうかね、それは同じかなって思うんですね。であとテーブル茶道で、まあ、畳にない良さって何かなっていうと、あの畳ってやっぱり総合芸術なので、うん、男の失礼、お花の失礼って全て整えてじゃないと、まあ、始まらないんですけれども、ね、テーブルはもうお茶が立てられる道具とポットがあればどこでも、あのお友達の家でも家でも、あの公園でもいろんなところでね楽しめるので、本当みんなで楽しめる茶道かなと思うんですね。でお正月もなんか入院してるねお母さんに病院でお茶立てましたとかね、あとお手前ができるようになったので、あのお店やってる方はね今まで300人のねお客様にね目の前でお茶立てましたとかね聞くともうすごく嬉しくって、うん、あなんかお届けがいがあったなって思いますね。うん、なるほどですね。そうですね。でもねやっぱりそのねやっぱり今ひろこさんがねやってらっしゃるあのやっぱテーブル茶道としたところで、ね、やっぱり多くの人にやっぱりこのね茶道というこう道がやっぱり開かれてると思いますけどね。うん、ありがとうございます。ねやっぱりそこから入ってやっぱりこのねそこから畳の世界とかっていうのもね入っていく方も当然 ねいらっしゃるでしょ。そういう方もいらっしゃいますね。で今日あの初めにね着物を褒めていただいたんですけど、うん、あのこれは私の叔父が、書家でして、うん、あの字を書いてくださったんですね。うん、で千紙万紅って書いてありまして、千の紫万の紅って書いてありまして、うん、千にも万にもこう花が咲き乱れてるっていう様子なんですね。で私の目標はそこで、あのもう千にも万にも皆さんのね花を開かせたいなって思います。なるほどね、すごいいい言葉いいですね。やっぱりねこのコーナー聞いてるとね僕らのひろこさんの言葉に現れる、ね、そうですね僕らがもうどれだけ汚れてるか分かりますね。ね、まあでもねそういうねひろこさんあのいよいよあの新しい秋葉原の、ね、サロンのねお披露目会があって、あそうですね、うんうん、今の4階で教室をしているんですが、はい、今度2階で、うん、あの教室とちょっとショップを、うん、あの設けますの で、うん、で2月9日から12日までお披露目ということで、うん、あのどなたでもいらして、はい、あのお抹茶出させていただきますので、そうですね、よろしくお願いします。はいね、ぜひ伺わせていただきたいと思っております。はいはいね、今年もどうぞひろこさんよろしくお願いします。花は野にあるように、神林ひろこさんのコーナーでした。ではエンディングに参りましょう。今日のクリスタルシャワークラブ B、 松&マサの最強凹凸な二人ぼっちコンビ、大人放送委員会でございます。あなたにとってお役に立つ情報はありましたか？水曜日もクリスタル、週末に向けてファイトですよ。次の番組はオーエドワイドスーパーカル、亀戸にありますアンフェリションスタジオからの放送です。映像は毎週ブログやフェイスブックに掲載しますので、そちらもお楽しみください。チームクリスタルのすべての情報はクリスタルのホームページ、カタカナでクリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。お楽しみが盛りだくさんですよ。はい、はい、バタバタと行きましたけれども、うんうんうん、ね、またね新しいメンバー、新しい構成、うん、これまででいらっしゃった方、うん、またね、こうねこうやってみんなでね、はい、チームが変わると新しい空気が生まれそうですね。そうですね、面白いですね、楽しみです、はい、ね、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。いろいろなアイディアやクリエイティブ感をプラスすることで存在価値の化学反応が止まらない、面白い展開も次々起こります。大人だからできる自由だってあるはずなんです。アイマン大募集、番組への参加応援大歓迎です。メンバー一同心よりお待ちしています。見逃してはならないクリスタルシャワー下町スピリット、リンクしてシェアしてコラボレーション、